さて時刻は5時8分を回っています。ここからはカメラマンの萩原克幸さんの登場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれ、こういきなり最初低かったで、ちょっとね、今テンション低いんですよ。そうなんですか。いやね、明日からね、自分の講師やってるね、自分が講師やってる、静岡デザイン専門学校の、卒業制作展ですね、デザインアラモードが始まるんですわ、恒例の、それでちょっといたんですけども、まあ間に合うのっていうぐらいね、ギリギリまで学生が、まあ、昨日もなんか12時過ぎまでやってたらしいんだけど、今日今あのグランシップでですね、明日からグランシップなんですけども、それグランシップの展示のね真っ最中でですね、それ見たらちょっと疲れちゃった明日からですし ねもうね、1年早いよ。まあ3年生で卒業年度の諸君の授業を見てると、まあそれが一つの目標になっていて、アラモード今年も来たかみたいなね。まあそうですよね、でこれが終わるともうダンとこう安堵っていうのかな、力抜けちゃうんですけどねいやでもすぐまたあるじゃないですか。そうそうそう、だそれね、去年はまさにね、その CP プラスとデザインアラモードが一緒になっちゃったんで、なんかあっという間に通り過ぎちゃったんですけどね、今年はちょっとね、例年通りなので。そうですね、しっかりとこうなんかこの期間は、頑張りますよ。ハードだなとか、終わった後倒れないようにしてくださいね。気をつけないと、いや風邪ひけない。今原稿も追われてて、どうしましょうっていうぐらい追われてて。でも本当に、なんだろう、今すごくこう風も流行ってるみたいで、大変な時期じゃないですか。でもね、萩原さんとかいろいろこうね、まあ静岡もそうだし東京もこう行ったり来たりもあるわけで、ね、あの風邪をもらう可能性とかは非常にこう高いわけで、気をつけないとダメですよね。人とすごく接する仕事なんで、むしろもう不特定多数ってやらしいけど、多くの方と混ぜ合い合う仕事なので、気をつけてますよ。だからといってこうマスクしたまま、対峙できる仕事でもないので、本当に気をつけてますよ。いろんな意味でね、移しちゃいけないし、そうそれですよね、すごいこう至近距離で話するもんで、やっぱ気をつけなきゃですよね、いろんなことね。やっぱなんかあのマスクされてても、風邪ですっていうのが分かったら、ちょっとこう僕なんかもう、なんていうのかな、そばに本当もうね、あの露骨にそういう顔出したらいけないんですけど、でもやっぱり僕もこう喋る仕事なんで、映りたくないから、できればこう離れたいなと思っちゃう部分もありので、きっとね、そういう印象を与えてると思うんですよ。ですからなるべく咳を、なるべく咳をってのが変なんだけど、気をつけてますよ本当に。とにかく、この時期は特にね、この間もものすごい暖かかったでしょう。暖かかったです。で一昨日はものすごい寒くて雪降ってて、っていうかもう東京びっくりするぐらい寒かったじゃないですか。すごかったですよ、もうあれ雪降ってなみたいなね、積もってましたしね。そうですね、えらいことで、その前の日はだからその暖かい日でよかったんだけど、その時はもうあってお姉ちゃん水着とかなんか着て、表で母とか言ってたんだよ、よかったねって、今日暖かくてよかったねと、18度だってさ、なんて都内でさ、なんてあのハウススタジオでやってて、思って出て、明日は寒いらしいよって言って、よかったねって。だって20度ぐらい下がったんでしょ。体調崩すよ。いや本当そうですよね、気をつけてください皆さんもね、はい。あ、そういえばさ、冒頭に、ごめんなさい唐突に話変わっちゃうけど、冒頭に、あれでしょ、なんだっけ、こたつの裏の話したでしょ。あれはね、裏返しはね、まあ、冒頭にというか、あの番組始まる前に、あ、話したんですか、ジャンタク、あれは、そうなんですね、やっぱりあの当時はその麻雀とかをみんなする人も多かったのか、まあ、例えば家族でも、まあ、僕たち子供だと例えばほらドンジャーとかさ、懐かしいね、あったっすけど、あったわ、そういうののためにね、なんかみんなあったのかなと思ったけど、最近はやっぱないじゃないですか。見ない見ない、てか今の学生は、あれでしょ、ジャンソーとか行かないでしょきっと。まあ、萩原も通った口じゃないですけど、一応ルールは知ってました、ただもう忘れちゃいましてね。それで一大決心して、あれはやっぱこう脳みそにいいと、ですごい難しいんですってね、点数数えるのもそうだけど、なんていうの、全部の手をやることできないんですね。で、これはもううちの親父って、麻雀のベテランで、また聞いたら怒られそうなんだけど、親父に教わろうと、おふくろと、それから家内と、4人で正月囲もうやと、年末に行ってたら、おふくろがね、
持ってきてくれてパイを、はい、でしまっといたって言って、うん、で綺麗にね、うん、してあってね、でそれをいじくってたんですけどね、うん、いじくるところまでしか行かなかったです。あ、はいはい、うん、今後覚えますよ。やんないですか、まあ、ちゃん。僕ね、やっぱりイメージ、うん、タバコ臭い。だからタバコ吸わなきゃいいじゃないですか。いやそうですけど、うん、例えばもういわゆる雀荘っていうところはもうそんな感じじゃないですか、うん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 、だからもう 100% いかない、うん、もうなんかその麻雀をやるとかやらないとかよりもそのタバコ臭い中にいる自分がイライラしてくるし、うん、まあ友達なら100歩譲って許そうかなと思うけど、うん、知らん人だとちょっとね、なんかもう本当にそのこたつの裏だったらそれで張り倒そうかなとかって思ったりとかしてしまうタイプなので。あ、じゃあの、ね、玉で遊ぶところとかコインで遊ぶところもダメなんだ。もうダメですね。ああ、まあコンタクトなんて目が乾燥するっていうのもあるのと、うん、あと家に帰った時に服にもすっごい、それはすごいわかる。もう自分の部屋になんでタバコの煙みたいな感じになっちゃうので、うんうんうん、あの吸ってる人には申し訳ないんですけれども、うん、ちょっと、はい、はい、私も同じことを、はい、すいません、やっぱタバコを吸われる方が多い業界なので、はい、すいません、打ち合わせの時僕はいいよって言ってます、はい、向こうがタバコ吸っていいって、うん、ダメって言えない、言えない、僕は、ね、うん、一応ね向こうはマナーとして聞いてくれる、うんうん、いいよって。本当は嫌です、うんうん、帰った後のその今おっしゃってたね、服のタバコ臭さ、うん、あれね、カメラにもつくんだよ。ああ、なるほどね、うんうんうん、それで、カメラ今これ構えて、うん、こうつけてね、なんていうの、プーンって匂う、ストラップとか、はいはい、まあ、ストラップ今僕つけてるのは革だからいいですけど、うん、布のやつとかつくんですよ、うん、もう耐えられない、うんうん、だから本当は嫌です、はい、なんか昔ね、昔の話ですよ、はい、こうカメラって、うん、レンズの前にね、今ちょっとごめんなさい、ラジオだから聞く、ね、どうしようも説明できないんですけど、フィルターってつけ、おー、はいはい、今つけない人多いんですけど、うん、昔はつけるのが当たり前だったんですよ、はい、で、保護効果もあるんですけど、はい、荒技の、ね、があってですね、荒技があって、はい、このフィルター2枚くっつけて、はい、その間にねタバコをねふって煙を挟み込むんです、はい、で今前に入れて、うん、シャッター切ると、うん、ソフトフォーカスになる。あ、そういうことか、うん、でそれを同じフィルターでやっていくと、はい、だんだんヤニがつく。なるほどなるほど、うん、でそれがいい具合のレトロ感を出すとか、うん、わけわかんないこと言って。ああ、なるほど。だけど現にね、現にだけタバコっていうカラーがあるんですよ、うん、でそれがヤニのような茶色っぽい色なんですけど、うん、現実に存在するので、うん、だから昔はやったなっていうのを、はい、名残っていうのかな、うん、今じゃ信じられない話なんですけどね、うん、うん、そうか。でもまあそれも一つのこうなんだテクニックの一つとしてあったんですね、うん、でね、ライカが、ライカあたりだと、うん、やっぱ新聞記者の方が持ってたことが多かったんで、はい、こうやっぱ何30年40年使ってきて、うん、ついてるんですよ、うんうん、匂いが、はい、どうしても、うん、それで、あ、前のオーナーはタバコ吸いながらこうやってやったな、うん、だけどこう趣味として、はい、あ、カメラとね、うん、タバコはなんとなく、うん、でそういうバーとか行って飲んでたのかなとか、うん、そういう歴史を感じながらも、はい、やっぱり使うのは嫌だって思ってました。だからこうやってグングンってやって、うん、あ、タバコ臭いから持つのやな、これタバコ臭いねって、うん、拭いても取れないんですよ。あ、でもそうですね、うん、そんなことありましたよ、うん、でも確かに昔って、うん、なんだろう、そのヨーロッパとか本当にこうなんだろう、本当に何十年も前の頃のこう写真とか、うんうん、で女性の人でもこうタバコ吸ってる写真とかがあって、うん、あれはね写真で見ると結構かっこよかったりとかするんですよね、なんかそのレトロ感で、でもなんだろうね、やっぱりそばで座れてたりとかするとイラッとするっていうのは、うん、なんだろう、その自分勝手だなとか自分でも思うんですよ、うんうんうん、でもやっぱ嫌ですね、こう前でタバコ吸って歩いてる人がいると、うん、やっぱその道の反対側歩いたりとかしますもん、まあ、まあそれもね分かるんですよ、うん、でも僕ね、うん、あ、一回も吸ったことない。あ、ないですね。ないですか、はい、僕は喫煙者だったので、はい、それがこう禁煙してやめてから、うん、同じ立場になって、はい、なんでこんなことしてたんだろうと、うん、だけどその頃は気がつかないんですよね、うん、全然ね。で昔多分矢渕さんもそうでしょうけど、電車の中ってタバコを吸うのが当たり前だったから、そうそうそう、みんな吸ってました。在来線とか平気で吸ってたじゃないですか、はい、吸ってました、ね、プラットフォームなんかでも吸ってましたね、うん、みんな。あれも今考えると、うん、まあ、だから何、心広い方が多かったのか、うん、タバコが匂い、タバコの匂いってものにまた違うイメージがあったんでしょうね、うん、まあ、今なんかこう健康のことがあれがさっき先行してますんでね、はい、ですけども、うん、まあいい時代だったらいい時代だったんですよね、きっとね。まあ
確かにね、まあ、ただね、あのタバコだけ値段が上がってね、吸ってる人たちにこうね、税金高くこうかかるのはかわいそうだなと思いますよ。いや大丈夫です、うん、酒飲む我々もきっと酒税が上がってます、うん、確かに、うん、まあね、あと車も乗ってますので僕は、うん、いろんなお金が取られてますね、そんなところで ね、でもタバコとかってほら言ってもみんな1000円ぐらいまで行っても買うよっていう方とか多いじゃないですか、怖っとかって思いますね。いやでもそこまでこだわり持たれたら、うん、もうどうぞそのままこう突き進んでくださいって感じが、うん、私としてはね、うん、ありますよ。まあこう思考の一つとして、はい、うん、まあ、そこまでやっても、うん、まあ、なんと健康のこととかじゃなくて、やっぱ例えばポーズも半分入ってると思うんですよ、うん、絶対に、はい、うん、吸ってる自分ですよ、うん、だそれを、まあ、1000円でキープできるなら、うん、それは思考ファッションとしても重要なのかなと思いますけどね。うんうん、反対にこう数機とかどん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 少なくなってくると、うん、吸ってる人の写真っていうのもまた貴重になるかもしれない。いやだそれをね、うん、言い出すと先日の、うん、何アニー賞を取った、はい、ね、あの宮崎なにがしさんのアニメの中で、うん、タバコ吸ってるシーンが多いと、うん、でそれでなんかいろいろありましたけども、うん、だからタバコ吸ってるシーンを、うん、こう今例えば昔の俳優さんとか、うん、女優さんは、はい、普通に会ったシーンが、うん、今はベテランの方でもこう撮らせないですね。うんうんうん、もうなかなかできる、こう例えばシガーバーとかで、はい、様になる俳優さんって少なくなりましたし、きっと。なるほどね、うんうんうん、そういうのを見てるとね、まあ一つのこうポーズとしてしにくくなってきてるなとは思いますよ。うん、様にならないっていうかね。なるほどね。うんうん、まあなんか、まあ、僕も本当にこうタバコは吸わないんですけど、うん、やっぱりなんだろう、そのタバコ吸う人の権利っていうのは僕はあるとは思うんですよ、うんうん、なので、まあ、僕のそばで吸われるとちょっとイラッとはするけれども、うん、まあ、まあ吸ってもいいところに僕がいた場合は僕が良ければいいかなっていうこうね、うん、ちょっと考えながらとか、うん、あまりにもこう最近は、うん、なんだろう、弱者みたいな感じにこう、まあ何でもそうですけど、うんうん、なってるじゃないですか、うん、あんまりねこう言うとね、うん、いろんなところでみんな叩かれまくってるから、うんうんうん、あれですけど、うんうんうん、じゃなくてね、その人それぞれのやっぱり存在とかっていう部分は認めながら、うん、なんか自分がやらないからとか、うん、自分の考えと違うからじゃなくてね、うん、考えてほしいなっていうのはありますけどね。ずいぶんタバコの話で盛り上がってしまいましたけど ね、時間がねもうね、もうだいぶいっちゃいましたけどもね、はい、はい、だそういうとこもうせっかくですから、はい、だからアルモードは明日から、はい、はい、で7そうと CP プラスね、うん、CP プラスは、あ、ごめんなさい、じゃあ次、はい、整理しよう。アラモードは明日から7、はい、7、8、9で、9日はファッションショーがあるので、はい、ショーを見られる方は9日来られるのがいいのかなと思います、うん、なるほど。でフラワーの作品が、はい、土曜日から8日から見られますので、はい、まあ展示だけだったら7日、うん、8日、はい、うん、ショーを見られるんだったら9日をお勧めいたします、はい、でネット見ると分かりますから、はい、あと CP プラスですね。そうですね、 CP プラスまだ作ってないんですよ。はい、はい、15コマもありますけどね、うん、詳しくは、はい、まあ、萩原の見てもしょうがないんですけど、萩原は自分僕のね、ブログに出演のスケジュール載っけてますので、はい、うん、まあ、毎日いますから、うん、もしね来てくださって、はい、声かけてくださったらそれは嬉しいなと思います。はい、じゃあ僕もねもしかすると、まあ、木曜日行けないですけど、まあ、金かどうかどっちか行けるかなという感じで、ね、木曜日のね、はい、にプレミアムショーってあるんですよ、はい、うん、プレミアムタイムかな、はい、なんだっけ、マスコミ向けの、はい、そのチケットを持ってきたのよ、うん、持ってきたんだけど木曜日ダメじゃんね。そうなんです、うん、じゃあすいません、はい、持ってきたのにせっかくと、うん、招待券を、はい、はい、残念です。はい、でぜひぜひ 金曜日か土曜日もし来られたらですよね、はい、そうですね、うん、ぜひ声かけてください。はい、ちゃんと気づいてくれますかね。っていうか意外に気づくんですよね、萩原さんね。あれね、よく見えてんですよ、うん、まあ僕やってるとこ小さいってのもあるんですけど、大きいとこでやってるカメラマンも見えてます、うん、そうなんですね、うん、結構萩原さん気づくから、あ、もう、あ、分かったみたいとかっていうのが目の動きで、うん、でそのままでもさすがだなと思うのは、うん、話止まらずに普通にそのまま、うん、全然こうセミナー続けるので、うん、さすがだなとかいつも思いますけどね。いやいや、そう言いつつね、やっぱ知ってる方が言うとね、ドキドキしますよ。そうですか、うん、同業者とかに言うと本当に嫌ですもん。でもみんな同業者ばっかりじゃないですか。そりゃそうですけど、うん、もう自分のとこ気にしろよみたいなね知ってる方いて何バカなこと言ってんだって、ね、偉そうにとか思われるのも嫌だしね。あ、僕のようにしっちゃかめっちゃかなので、はい、うん、僕のこう漫談、うん、あ、漫談っていうかモデルの女の子が林恵里ちゃんと一緒にまたやるから、はい、健康的な手は、うん、まあ漫才ですね、うん、聞き来てくださいよ。なるほど。1時間漫才しますから、ザーッと。でもそれが何コマもあるんでしょ。全部で15コマ。すごいですよね。というか15時間、
そこまではあだけどにその1時間ってやつは、はい、3回だか4回他のは40分とか45分なんですよ、はい、まあでも、まあ、10時間ぐらいはあやりますやりますいやすごいな、うん、ちょっと笑ったらあかんすけど大変だなとかって思います。頑張りますよ。それこそ風邪ひけませんからね、うんうん、ぜひぜひ皆さんお越しになってください、はい、あの CP プラス行かれる方はですね、まあ、ぜひぜひあの事前登録していただいて、そう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 1500円取られちゃうんでね、そうですよね、うん、ぜひぜひ事前登録を、はい、から早めに行かないと並ぶので、はい、あの登録に、はい、ですから、少し余裕を持って来てください。特にやっぱ土日なんかはすごいです、すごいですんでね、うん、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、ということでね、まあ、これから忙しくなりますけど特にバリバリと、はい、でもなんかこれがなんか今年始まったなみたいな感じになるじゃないですか、はい、アラモードがアリーノ、その流れからの CB プラスがアリーノで、そうです、うん、で来週は多分抜け殻ですはい、そのじゃあ再来週ぐらいの抜け殻なところ、ね、あ再来週ですね、うん、はい、次回ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということでカメラマンの萩原和之さんの言霊のコーナーでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。